どうも、品です、はい、えー、確定申告無事終了しましたまあ当たり前なんですけどはいあのまあいつもお世話になってる税理士さんも何年もやってくださってる方がいましてで今年もその方と、えー、この2月3月はねえ入念に何回もお会いして話聞きながらさせてもらいながらはいえっと確定申告が無事終えまして提出いたしました。 で、えっと、前回ですね、まあ、結構前かなに動画で上げた税金に関する動画なんですけどはいの時は吉本から支払い調書が来てね,ね僕がそれを見て「ああこの何年収額やったらこんぐらいいいやろなーで」で今の貯金がこんだけやから足りませんっていう動画を出したんですけどあれ以降ですねまあもう本当にいろんなことがありまして。 ね、まあお金の工面やりくりみたいなのがわってあったんですよでまあ、えー、この度ですね、えー、確定申告を終えてでえっとなんて言うんですかねそのまあ確定申告を終えてで税理士さんからまあ正確には早めにねあの「こんなんなりました」よって、まあ、結果ですよね粗品さん、えー、何月に何円払いますみたいな、まあ、結果の、えー、ファイル資料が えー、届いてたんですけど僕まあそれ見てなくてですねはい、まあもうなんかい個達成感あったんで達成感あったというか別に僕は何もしてないんですけどはいあの税理士さんにまあ経費類の領収書本当の経費ね類の領収書を渡しに行くとかなぐらいしかしてないんですけどまあ、えー、全部任せっきりででも達成感あってなんか特に見てなかったんですよね、えー、でまあこの4月の末にそういえばあのー 引き落とされるなーっていう第1弾がってのは第一弾というかその一発ドカッと引き落とされるなーっていうのは分かってたんではいあのー、あれそういえば何ぼなったんやろうみたいな、えー、その資料を見たんですよ。ね。ほんならですねあの足りませんはいこれ前回の「足りません」は想、い、定の「足りません」せんやったんであれなんですけど今回はあの額面見て足りませんなんではい。 あの足りません。本当に。どうしよう。えー、具体的に言うとですね、思ってたより、1200万円多かったです。うーん、どうしたもんかね。はい。まあ、去年かおととしもね、僕、まあ、切り抜きでも出してるんですけど、想定より1000万円多かったんですよ、税金が。 ね。見積もりが、僕の見積もりがアホでですけど、それは。はい。その、税理士さんが下手くそでじゃないですよ。僕の脳味噌がお花畑なせいで1000万円多かったっていうのは以前あったんですよ。それを踏まえて、それ勉強した上で見積もった額より1200万円多かったんで、えー、ほんなら2200万多いやん。実質2200万やん。そんな 積んだと言いました積んもちやんもうどうすんのこれうん1玉4万円のパチンコって歌舞伎町にあるんでしたっけあないか、うん、あっても闇スろかそこはあーあーそんなんは行いかないんですけどうん開示でもね1玉4,000円やったと思うんですけど1玉4万円ぐらいのパチンコ売たの割りやわんというか 人生変わらんなぁ。ちょっとしんどいですね助けてみろ。はい。あの、より偉そうになりました。僕のギャグであの、教えてみてっていうのがあるんですけど、はい。いや、お前教わる態度ちゃうやんけ、みたいな。何やねん、その言い方っていうのがあるんですけど、うん。あのた、助けてみろ。助けてみてじゃないですよ。もう助けてみろ。逆に、助けがえあるやろ。俺みたいなもん。あの、で、だから、なんていうんですかね、その、 給料の見込みもあると、でもこの確定申告のやり取り中にね、2月3月と。で、そのわーってやり取りしてる間に、まあ2月こんだけ給料もらえるかみたいな。で、3月こんだけもらえて、4月こんだけもらえてっていう、まあ3ヶ月分で、ああまあなんか金節約したらちょおい置いといたらみたいな。何ヶ月我慢したらいけんのかなみたいな話があると。で、これはまあもっと前からほんま言うたら、去年の 確定申告の時もこんな話になってたんで、いや、今年はじゃあまあ、夏ぐらいから貯金始めたらみたいなね、春ぐらいから貯めといたらちょっとずつとかあるじゃないですか。それがあの、毎月なぜか0円しか残ってなくてですね、0円しか残ってないのか、0円も残ってるのかはちょっとあの、0、え、が、ー、奇数か偶数かみたいな面白い話になるんですけど、えー、そんなんはどうでもいいんですけど、うんああ、あの、完全に無理やな。結局今の段階で、はい。 これ4月中旬に1個言えるのはもう完全に無理ですね。えー、きついですね。だから、うん、何今持ってる金、まあほぼゼロ。プラス、えー、だから今月の給料ですね。4月給料で、この4月末に払う税金を超えないといけないんです。額的には。で、えー まあもっと言うと、ほあのね、多分、給料日より前に所得税払うんですよ。日にち、あの、教えてもらったけど、25日に給料日で、多分、22か3ぐらいにわ、忘れましたけど、所得税先払って、25で入って、で、給料日だと、27とか26に消費税やったような気するんですけど、えー、ゴールデンウィーク前に、だ、おイナスなるんでいき。なんやねん、おい。 どこの方言やねん今のいや何回鉛筆と紙で計算しても計算合わへんねんなよく合わへんうんよく合わへんおー一発一億の危険ってもう死ぬ確定なんでしたっけあないか一発一億の危険なんかえぐいもんなうんそんなんないわ いつエクイなこんなことなんねやっていやもう残しとかなあかんなっていう話なんですよ。これは。とにかく。あの、もう金金せなあかんわ。金金。あの、皆さん、禁酒とかね。禁煙とか、えー、やると思うんですけど。金金や。もう金禁止。はい。俺から金を取り上げてくれ。もう金禁止です。 あと前生まれたギャマンっていう単語ね。はい。ギャンブル我慢せなあかん。ギャマンや。今年はギャマンせなあかんで。ちょ、ほんまにやねんな。うん毎年4月に焦るよね。3月4月にね。うん。うん。だだだ大統領になったらね、まずは君を、 捕まえるねーってあれ、俺に向けた歌なんでしたっけあれ、俺が捕まる歌やっけなんか、今の法整備では、うん、引っ捕らえられへんから、俺のこと。正義の味方が大統領になって法改正する話でしたっけちゃうか、別に、まだ、払、払えてないわけじゃないから大丈夫か。というわけで、僕に残された猶予。あと、まあ、1、2週間なんですけども。 どうしてくれるねえ、どうしてくれるう,ん、うん、なんか名案あったら教えてくれよ、ほんまに。えっと、お金の、工面ですね。はい。まあ、錬金してもええねんけどな、また。うん。まあ、とにかく、今、急ピッチでですね、最近あんま連絡してなかったお金持ちに連絡しだしてまして、まあ、一応、 字は固めているんでまあ,あの大丈夫やと思いますはいまあ不安を煽おる動画というかまあちょっとこの嘆きですよねほま1200万多かったというショックえでも何とかしますよ絶対絶対払うそれはもちろんですよ義務ですから絶対払うよでえー、気持ちよく払い終えて皆さんに報告の動画また出しますねえー、まあその時あの前科9000パンぐらいついてたらごめんな